イエーイ。始めます。ヒデです。ソサラです。今日はですね、ポーランドからロバラバタです。はい、ロバとロバとですとか言い出したら、そう、How long did you stay in Japan?In total, it will be more than 2 months. 日本に来て2ヶ月ぐらい。前回1回出てますよね。そうそうそう。北店の時で2ヶ月ぐらい。ね、韓国に行ってきたみたいで、So you went to Korea, right? Yes. So how long did you stay in Korea? I stayed in Korea for 1.5 months. あ、1ヶ月半もいてたんだ。長いね。あー、結構長いね。Then you went to Busan. Busan. Then Daegu. Daegu. And Seoul. Then Seoul. So how long did you stay in? So in Busan, I was a little bit more than 1 month. Yeah, 1 month Busan. Oh, 結構な、ほとんど Busan みたいな。 Yeah. So I was staying there. Then in Daegu, I spent just 1 day. Ah, 1日だけ Daegu 行って。And so, 1 week in Seoul. 1週間 Seoul. 何してんの？What did you do in Busan? In Busan, it was very hot, so I was going to the beach a lot. 海行ってたって、ビーチ行ってたって。泳いでたの？ Did you swim? Yes, I did swim. How are the beach in Busan? There are a lot of beaches, very beautiful beaches. Yeah, very sandy and a lot of people there. そうなんだ。へえ、すごいね。And I was surfing there for the first time in my life. サーフィンやったの？サーフィンやってた。Very nice. ロバートサーフィンするの？いやいや、初めてだって。サーフィン。How was surf? Oh, it was amazing. So they have the good waves? Yeah, there were very good waves in Busan. ああ、そうなんだ。A lot of people were surfing. あ、いっぱいサーフィンやってたの。有名なところがあるわけね、そのサーフィンスポットみたいな。でしょうね。It's a famous place to surf in.Yes, yes, that was a very famous place. Full of surfing shops. Oh, so it's a surf shop in Bab. Yeah, yeah. It's not that big. It's not that big. Hi, what is the famous sport in Poland? So it would be soccer, ski jumping, and ski jumping. Ski jumping is a big deal. It's a big deal. It's a big deal. In the winter. Winter.なんかあれでしょ、有名な、そう、ジャパニーズフェイマススキージャンパー小林 becomes so famous in Poland. Yeah, he's very famous in Poland. なんかこの間の、あのスキージャンプで小林がなんとポーランド人全員小林のファンになるっていう。へー、そんなにすごかったの？いや、僕見てないからわかんないですけど、まあ、それぐらいポーランドではスキージャンプがメジャースポーツでみんな見る。総合優勝したんだ。総合優勝し、そのジャンプウィークっていうのがあって、そこでもう2連勝ぐらいしてたのかな。すごいじゃん。すごかったの。オリンピックの後、やっぱ去年のワールドカップが大ブレイクしましたね。小林。Everybody knows, right?Yes, because we also have really strong ski jumpers and team, and we were hoping them to be first, but he was first. そうかそうか。もうポーランドはもう世界一を常に目指してる、あのなって当たり前やのに、まさか負けるとはみたいな。ウィキペディアによるとですね、アダム・マルシュ。アダム・マルシュ、he's a legend.レジェンド、彼はレジェンド。出たね、レジェンド。火災的な。そんなにもっとなんでしょ、10年前。ウサイン・ボルトみたいな話でしょ、ポーランド人にとってみたいな。ウサイン・ボルトすごいな。大会とかをテレビでこうオリンピックとか見合ったりするけど、基本的に日本人目線で日本人しか見てない。まあまあまあ、他の人知らんもんね。日本人がないかとかぐらいしか見てないから、1位の人が、優勝の人がどこの国の人かよく分かってない。でもポーランドでは日本人が優勝した途端、おお小林とみんなすげえぞと、すごい国やね。でも褒めたたえるっていうね。そのキャンユーズスキーじゃん。Never tried. ああ、やったことない。やったことないんだ。そこはあれでしょ、スキージャンプの経点の経って危険の経なんでしょ。危険点、極限点、極限点の経なの。
ちょっと聞いてくださいよ、K 点って K 点なんていうのどういうの K 点 K 点 K ポイント、no. K ポイント Yes K ポイント Like on the ski jump, ski jump. Yeah. Yeah. K ポイント It's a line where K What does the meaning It's the K Do you know? I'm not really critical Critical Well, I'm not really sure もう知らんて It's like Critical point で英語でクリティカルポイント、うん、これ何語なんですかでもクリティカルは K クリティカルは K じゃないですかドイツ語みたいなあドイツ語のクリティカルかドイツ語で書いたら K になるのかなるほどああそうなんだということは競技の本場がそっちっていうことやっぱりドイツとかヨーロッパのところねオーストリアでそうなんだそういうところっていうのね、うんうん、あのスキージャンプはね多分ねでも起源はノルウェーって書いてますノルウェーもうちょっと上やねノルウェーがスキージャンプの起源1808年だいぶ前やね200年以上うんうんねでオリンピックは1924年から最近やスキージャンプ競技になってますね最近ちゃいますよ、ね、100年は経ってないけど90年ね分かりましたということで佐藤さんちょっとはいはいあの告知をはい、はいはい、ビオルネの5階にコワーキングスペース B5 がオープンいたします B5 はい、はい、オープンはですね9月の17日あ、もうすぐですねはい、はい、ただいま会員さん募集中でございますはいコワーキングとしても使いますけれどもイベントルームとかミーティングルームとかも完備しておりますのであそちらのレンタルスペースの借りることも可能です1階借りとか1階借りももちろん大丈夫です、はい、会員さんになっていただくと会員価格で借りるのでお得ですあ、なるほどなるほどね、はい、ぜひ検索をしてみてください、はい、詳しくはホームページではい、お願いしますはい、ということでまた次回はいはいお願いしますはい、ということでまたねまたねはいありがとうロバート